ジャン・イ・コール・バプティスト・エブレジャン・イ・コール・バプティスト・エブレはナポレオン戦争で活躍したフランスの将軍。砲兵及び砲兵として1812年のロシア戦役における大陸軍の撤退戦で有名。エブレはロレーヌ地方のサンジャン・ローで生まれた。1793年に父親と同様に砲兵として軍隊に入隊した。2年後には士官に昇進。 ドイツ北部で活躍して、急速に昇進を重ね、1805年のアウステルギッツの戦いでは、砲兵両団長に、1806年にはマクデブルク知事に、1808年にはベスト・ファーレン王国の戦争大臣に任命された。翌年には、スペインのシウダー・ロドリコ及びアルメーダで、アンドレ・マッセナ元帥の指揮下砲兵隊を率いて、戦った。1811年、 ナポレオンがロシア侵攻のために結成した大陸軍において船橋工兵隊の指揮官に任命された。エブレは部下達に経験と知識が足りないのを看破して1年間の訓練の末に彼らに十分な熟練技術を与えた。さらにエブレは船橋建設に必要な様々な工具を発明した。その中でも金属片を加工して部品に変える。 馬車搭載型の移動式金属炉は非常に有名だった。モスクワからの撤退途中、オルシャにおいてナポレオンは炉や佳境用資材も含むあらゆる不要の機材の焼却を命じた。エブレはナポレオンに炉なしでは彼の任務を果たせないこと及び大陸軍の最大の脅威はとか不可能な川と復讐に燃える敵追撃部隊に挟まれることであるなどと説得したが、ナポレオンは 結局、炉を破壊することを命じた。この結果、これらの技術が敵に渡ることは免れた。しかし、エブレは炉の重要な部分を保存しておいた。大陸軍がロシア軍によって罠にはまり、ベレジナ川に追い詰められた時、エブレをはじめとする工兵隊は橋を架けるために寒い、水の中で驚異的な働きを見せ、完成した橋を渡り、大陸軍の残存兵力の多くは、 脱出に成功した。しかし、ロシア戦域での負担は、エブレの健康に重いダメージを与え、エブレは、ロシア脱出後に病に倒れ、軽ニヒスベルクで、その生涯を閉じた。ありがとうございます。